長です。紬だよ。前回アーバンバングルの星位置をゲット。確か短かったな。過去の星位置の中では最初の町に次いで2番目に短かった。次に行く前に空洞市の回収から。空洞市の回収完了というか一つだけだったな。カットいらなかったかも。で今回だけど遺跡の星さんを目指そうと思う。振り返りを優先するんだな。おそらく残りも少ないからね。今回も楽だといいな。あんまり久しぶりって感じはないな。前回の時の振り返りと違って3つしか進めてないからな。じゃあ目標確認。学校レベルはもう達成しそうだな。成績評価 B プラスはちょっと難しいかも。そして生徒の幸福度だ。まだ夏休み狙いになっちゃうかも。最後が発掘だな。これが一番時間かかりそう。全体的には難易度は高くなさそうだな。時間だけめちゃくちゃかかりそう。あと全体の確認だな。といってもここはそんなに広げてないから、まだこっちは余裕があるし、次年度に何か要求されても対応できるよ。そういえば今年度も残りが少ないな。これで来年度どこまでいけるかかな。夏休みに入ったからでは次年度の準備を始めるよ。まずはコースのレベルアップか。ここでは考古学を。これで学校の要求が少し増えたな。でわざわざここを見せたいと思ったのは、大きい採掘場だといいものが見つかるって話だったから、この辺りに大きめの採掘場を作ろうと思う。さすがにスペースはいっぱいあるからな。今回は 9×9 で行ってみようと思う。必要なアイテムを置けば完成だな。あと授業の様子を見てたらアイテムで待ち行列ができてたから、アイテムは2つずつ置く感じで。そうしてもこの場所の魅力が上がらないのは厳しいな。生徒たちの幸福度は別でカバーしないとね。では最後にインターネットヒストリーの先生を雇って。よろしくな。こんな感じになりました。授業室が大きくなってるな。授業の質を上げるためにカメラとスピーカー設置したし、下の方は30人用休憩室を用意。一応レベルも6まで上げたよ。それで一気にお金がなくなったのか。では今年もよろしくお願いします。この時点で学校レベルと生徒の幸福度は達成になってるな。幸福度はまた下がっちゃうけどね。そういえば以前キャリアハブの中のランドスケーピングについて話したことがあったけど、こうやって道を引くことで稼ぐことができるんだよね。これまで見てこなかったところだな。ずっとどうやって道を作るかわからなかったけど、ちょっとサンドボックスでいろいろ試してたんだ。そしたらエクステリアの中にサブがあって。それで気づいたのか。実際のところ使わなくても大丈夫なのかもしれないけど、あくまでも参考までにというところだな。そうだね。雰囲気作りにはいいと思うよ。一応今回の動画の中で一番高かったアーティファクトを紹介。古代の略奪品か。これが見つけた中では一番高く売れたんだよね。約4万もせんか。あくまでプレイの中ではね。長くやれば他に見つかるかもな。ちなみに大きくすると同時に複数見つかる感じでした。ちょっとここまでにその場面がなかったから、この後探してみせるね。また夏休みなんだけど、今回新しいコースを開講しようと思う。バーチャルのオマリキーか。実はコースを開講しないとそのスキルを持った先生を雇えないんだよね。なるほどな。せっかく VR ラボもあるし、機材のレベルアップのために研究してもらおうと思って。同様にサイエントグラフィーの方もチェックか。あんまりコースを広げると星さんの目標で困りそうだから、今回はバッチャルのオマリティだけにする予定。しばらくチェックして長くなったから適当なところまでカットするね。了解だ。では次年度の準備完了。これで完全に授業棟と生徒棟を分ける形で整理。結構空きスペースが目立つな。まだ大きくしないといけないだろうからね。目標を見ると今年度の達成も厳しそうだな。そうだね。気長にやるよ。アーティファクトの発掘は大変だな。ほんとね。早送りも使わなきゃ。
今生徒から要望があってコンピューターロボをレベル9に。なんか考古学と関係あるのか。一応あるんじゃない。マス生徒の成績も上がるだろうからいいけど。これも後々影響するのかもな。これも生徒の要望。サイエントラボのレベル7に。今までもあったが、ここまでちゃんとレベルを上げるのは初めてだな。今度は VR ラボだね。ここもレベルを上げないと。さっき見た時より広くなってるな。ここの生徒の要望を踏まえて少し大きくしておいた。まあ全体的に余裕がある作りだからな。ちょっと整理しないといけないかも。地震予報が来たな。作業中に来てほしくないな。ゴミ箱でレベル7。ゴミ箱でも生徒の要望は叶えたはずだ。地震が起きると屋根が落ちて汚れちゃうんだよね。ついでだが研究も終わったようだな。これで VR ラボの機材もアップグレードできる。このまま最後まで研究しきる感じだな。じゃないとまた不要な先生を雇わないといけないしね。変な生徒を移したかったわけじゃないけど、ちょうど採掘場に複数のアーティファクトを発見。いいものが見つかるわけじゃなく、複数まとめて見つけられるって感じだな。目標が価値ではなく数だから、大きい方がいいって言ったのかも。ようやく発掘作業が終わりそうだよ。あれからかなり時間が経ったな。大体2年。これで残りは生徒の幸福度か。運が良ければ今年度の途中で達成できそうだけど。最悪次の夏休みで達成だな。星さんが心配になるな。結局年度末まで来ちゃった。成績は優秀なのにな。まあ目標達成を生徒任せにしてるのもダメなんだろうけど、やることはやってる感じはするな。あとは生徒の幸福度だけど、コーチで達成させてもらおう。コースポイントもないしな。あと 2%。 そうしたんだ。雇用を開いて今のうちに来年度の準備をしておこうと思って。頼むわ。あともう少し。下がったぞ。いや大丈夫でしょう。このまま見続けるのか。いや達成すること分かってるもん。それはそうなんだが。はい、達成。毎回このパターンだな。だってしょうがないよ。さあ次やろう。では目標の確認。さすがに長くやったこともあって学校レベルは達成状態だな。これは授業で評価外プラスを30体。魅力に関しては大丈夫だろう。植物にお願い。最後にアーティファクトでに10万だな。何が発掘されるかで時間が変わるね。ということで次年度の準備してこよう。今魅力を上げるために植物栽培中。こっちのグラウンドも。汚いのはなんだ。カエルだよ。植えたそばから汚くなっていくな。まさにイタチぼっこ。これはしばらく間を空けてからやった方がいいんじゃないか。確かに。うん、やめて他の準備をしよう。一応入力は達成だな。とりあえずはこれをキープさせておけばって感じ。では今年もよろしくお願いします。もういくらかか稼いだんだな。採掘が終わってて回収してないのがあったから。もう4分の1と考えると意外に早く終わるのかもな。そうであってほしいな。今11年目だけど、思ったより進捗がないな。成績評価 A プラスってなかなか鬼門。ほら、A 止まりが目立つな。これでも先生にトレーニング積んでもらってるんだけどね。もう教室の方のレベルは結構高いしな。アーティファクトも安いのしか出ないし、少しずつでもやっていかないとな。コント時間だけかかるな。缶は安い。なんか初めて見るものがある。人間の像のようだな。しかも発達セットだし、もしかすると価値があるのかもな。そうだったらこれで目標達成できそう。すでに一番価値が高かったものを紹介してなかったか。あれよりは安いけど。そう言っている間に学校レベルが29か。多分30が1度目なんだろうね。
じゃあ発掘完了したらまた来るね。発掘が完了したみたいだから鑑定。そこそこいい値段じゃないか。たまに途中で値段変わるよね。まあいいじゃないか。売って稼ぐのもあとちょっと。こっちは今年度中には達成できそうだな。成績が思ってた以上に大変。最後に息が来たけど、もうちょっと早く出てきてほしかったな。結局これが一番高いんだな。まあ目標達成したシーンや、残りは成績。生徒次第だな。うん、先生次第だよ。結構成績も来たな。完全にバッチャルノーマリティに助けられてる。さて成績が出るぞ。やはり採掘場の成績はいまいちだな。あの教室はレベル上げられないからね。でもこれで終わりが見えたな。さすがに長い。倍速でもこれだもんだ。今年度最後の授業だな。さすがにあと1回にクラス取るだけだからいけるはず。やっと終わった。ご苦労さん。ここの報酬はアイテム3つね。大体のイベントは出し尽くした感じだな。さっさとのクッキーを吸おう。ということで遺跡探索も終了。途中で倍速にしなかったら5時間コースだったかも。じゃあ次を示して終わるか。そうだね。次は授業用ただの街。アッパーエッジングだな。ここの星さんを目指すよ。では改めて、よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。そういえばここお金がやばかったような。